島区の住宅でもこんな様子が見られた。まるで一枚の紙のようにまくれ上がり飛ばされる屋根。こちらは大阪府豊中市の道路。標識は道路上に落下。通りかかった車は気づいてストップ。幸い大事には至らなかった。泉佐野市内のマンションではベランダで隣の家と押し切る板が大揺れ。そしてこちらは大阪市内を走る阪神高速道路上。トラックが傾いているのがわかる。うわ、倒れた。うわ。大阪市港区にある大観覧車は強風の勢いからかかなりの高速で回転しているのが分かる。こちら規制線が張られています。看板が倒れてしまっています。青い大きな看板が倒れていて道を塞いでいます。道頓堀周辺では人の背丈以上の看板や倒木が道路を塞いでいた。街路樹が道を塞ぎサイレンが鳴り続いています。辺りは混乱状態になっています。일본해상에서발생한제14호태풍차농이북서지나면서9일밤에는열도남쪽에접근할전망이라고 NHK 등이보도했습니다. 14호태풍은세력을키우면서북쪽으로향하고있습니다. 태풍차농현재기압은998헥토파스칼이며최대풍속이초속18m, 최대순간풍속은25m입니다. 서일본과동일본을크게강타할것입니다. 9일정도에일본가고시마남동쪽해상으로올라올것으로예상되는데10일저녁에한반도남부에약간의영향은있을것으로보여집니다. そしてこちらは大阪市内を走る阪神高速道路上。トラックが傾いているのがわかる。うわ、倒れた。うわ。大阪市港区にある大観覧車は強風の勢いからかかなりの高速で回転しているのがわかる。こちら規制線が張られています。看板が倒れてしまっています。青い大きな看板が倒れていて道を塞いでいます。道頓堀周辺では人の背丈以上の看板や倒木が道路を塞いでいた。街路樹が道を塞ぎサイレンが鳴り続いています。辺りは混乱状態になっています。今年的14号台风在国庆假期当中呢不期而至，那所以很多人可能还没关注到了，这个台风已经来了，它叫灿红，是老挝的一种树的名字，所以是一个树台风。但是这个台风跟我们已经没什么太大关系了，这个台风会兜兜转转，这个像日本袭击啊，基本上跟中国的这个海岸线都没有什么关联，所以我们也不会太在意14号台风，只是不知道15号台风什么时候生成，希望15号台风也继续往北去，继续向日本方向前进。